ピアノ学び放題、有名な世界の作曲家シリーズ。今回はサティについて紹介します。音楽界の変わり者と呼ばれたエリック・サティ。しかし彼の音楽はドビッシーやラヴェルといった作曲家にも影響を与えたんじゃ。エリック・アルフレッド・レズリー・サティは1866年5月17日にフランスのオンフルールという地に生まれました。父親は海運会社の仕事に就き、音楽が好きな人でした。母親はロンドン生まれのスコットランド人で、サティ自身も英国教会で洗礼を受けました。1867年に妹のオルガが、1869年に弟のコンラッドが生まれ、5人家族となったサティ一家。1870年には父親が会社を辞め、パリへ引っ越します。パリで落ち着いた生活が送れると思った一家でしたが、1872年に母親が亡くなってしまいます。サティは父方の祖父母に預けられ、カトリックとして改めて洗礼を受け、生まれた土地の小学校に通うことになりました。その2年後、祖父の計らいで音楽塾に入ります。ここから彼の音楽人生が始まるのですが、悲劇が再び訪れます。祖母が亡くなったのです。サティは父親がいるパリへと向かうことになりました。父親と暮らし始めて1年が経ち、父親が再婚することになりました。相手は音楽好きで、有名な音楽家にピアノを教えてもらった経験のある女性でした。その縁もあって、その年の11月、サティは国立音楽院に入学することになります。しかし彼は大変居心地が悪く、見かけもかなり殺風景な建物、地方の管会員みたいで、室内も外側もその他でも全くの無趣味と言い残しています。管会員とは今の日本でいう少年院のようなところじゃな。こう言い残したサティですが、彼自身は平凡な生徒であり、むしろ怠け者でもあったと言われています。そんなサティの初めての作曲作品は、入学後5年が経った1884年、ピアノ曲アレグロだと考えられています。その翌年、同じくピアノ曲のワルツ・バレー・ファンタジー・ワルツが作曲されました。20歳になる1886年、軍隊に編入させられる兵役に入れられますが、作曲は続け、4つのオジーブ、3つの歌曲を作曲します。しかし兵役が原因か、音楽院を退学することになります。翌年、ワルツ・バレエが当時の音楽雑誌家庭音楽に載ったことから、父親が楽譜の出版を始めます。新しく作曲したシャンソンとエレジー、1年前に作曲した3つの歌曲を世に出しました。同じ年の11月、サティはわざと機関支援にかかりました。兵役から解放されるためです。軍隊から解放されたサティは家を出て、フランスで一番高い丘の麓の町モンマルトルの小さな部屋で過ごしました。この頃からフランスでは有名なキャバレー黒猫で
第二ピアニストとして雇われます。文芸家が集まるこの店は、有名作曲家ドビュッシーも後に足を運ぶところです。雇われて数ヶ月して、彼は服装をそれまでとは変えて、髪も長く伸ばして町の中心地に移ります。翌年の1889年、パリでは万国博覧会が開かれたんじゃ。この会場でサティはルーマニア音楽の合奏に惹かれたり、日本の歌謡を聴いたりしたといいます。雇われのピアノ弾きとしてキャバレーを渡り歩き、有名な人たちとの付き合いを深めていて、ドビュッシーと出会ったのもこの頃。彼はサティのことを、今世紀に迷い込んだ優しい中世の音楽家と表現しています。ドビュッシーとはその後、旅籠や釘という店を通じても長く付き合います。この時期、サティはバラ十字団という秘密組織に入っており、組織の聖歌隊長に選ばれたり、展示会で劇付きの音楽星たちの息子を上演したりもしました。このバラ十字団のために数曲の作品を作りましたが、この組織には2年間しか在籍しませんでした。教会の偉い人と絶縁するほどに関係が悪くなったのです。サティの音楽がほとんどの人に知られていないのに役職を得ようとしたり、公の場で喧嘩越しの手紙を公開したり、決闘を申し込んだりと、はちゃめちゃな態度をとっていたのが原因でした。彼に対して悪意を抱く人も多く、ドビュッシー以外はサティのことを真面目に受け取る人はいなかったほどです。破天荒なサティじゃったが、作曲は続けていたんじゃ。冷たい曲やびっくり箱、夢見る魚、梨の形の3つの曲など、不思議なタイトルで今でも有名な曲が書かれました。そして1905年、39歳にして音楽を学び直すためにスコラ・カントルムという学校に入学し、周りを驚かせます。この入学についてドビュッシーは止めましたが、サティは聞きませんでした。教師たちもサティに何をどう教えようかわからなかったといいます。それはサティがたとえ学校教育を受けたところで得るものは何もないと確信していたからです。しかしサティ自身は周りの悪い評判をひねりつぶそうと決心していました。彼の音楽をけなしてきた批評家はさらに彼を小馬鹿にしました。ところがそんな人々を驚かせることになります。3年間の猛勉強の末、彼は退報修了証明書、つまり立派に作曲の勉強を修了しましたという証明書を最優秀者として手に入れたのです。そして学んだことを生かし作曲したのですが、これは特に批判されてしまいます。でも同じ頃にサティの過去の作品を音楽好きの若者たちが前衛的であると夢中になっていました。それまでほとんど何も知らない状態で書いた作品が時を経て人気となっていたのでした。父親が楽譜を出版していましたが、別の出版社も楽譜を出版したいと求めるようになり、サティ自身もあっけに取られたといいます。ちなみに学校に通った3年間で作った曲は、厚かましさ、深さ、犬の前奏曲、心よい絶望、うつろな夢など、相変わらず変わったタイトルじゃった。
そして卒業後の1909年には地域の子どもたちのために日曜日のソルフェージュ教室を開きました。ソルフェージュとは楽譜を読むために必要な基礎的な訓練のことです。こうして地域活動に貢献したとして教育功労賞を贈られました。一方で作曲活動は続いており、馬の遭遇でや新冷たい曲といったタイトルの曲を書いています。この頃、頑固なユーモリストという彼の印象が世間に定着しました。ユーモアなタイトル、曲、過去を持つ彼の個性がある意味では認められたとも言えるでしょう。その後も変わらず変わったタイトルの曲をたくさん書き、1915年には芸術家の黒糖と知り合ったことで画家のピカソとも友人になりました。徐々に有名になっていくサティけれども、1918年にはお金が底をついてしまったり、数年かけて作曲していたソクラテスという曲が大失敗に終わってしまったりと不運が続きます。それでも前衛的な作曲家として音楽活動を続けていきました。1945年本日休演というタイトルのバレエ音楽を作り始めます。彼はこの曲によって新時代が開かれると言いました。このバレエは台本もなく、振り付けも踊り手の即興に任されるという前代未聞の作品でした。初演日はこれが演奏されることなく本当に休演し、1ヶ月後に上演されます。その舞台には370個の反射鏡が置かれ、客はその眩しさに嘆いたといいます。事前にサングラスと耳に詰めるものを持ってくることを指示された意味を、幕が上がって初めて客は理解したのです。この劇の幕間にはサティと画家のフランシスが空から降ってきてパリめがけて大砲を撃つといったストーリー性のないはちゃめちゃな映画が上映され、とんでもないバレエ公演となりました。この公演で決定的に評判を落としたサティ、上演から数ヶ月後、原因が判明しないまま病院で息を引き取りました。1925年7月1日、59歳の人生の幕が下りたのです。変わり者という表現では言い表せないほど独特の人生を歩んだサティ。たとえ批判されようとも音楽を作り続け、そして今でも有名な作品を残した彼の音楽は、やはりどこか人を引きつける力があるのじゃな。